はい、皆さんこんにちは、トミーです。このチャンネルではハーブやアロマの魅力を分かりやすく解説しています。さあ今回も早速ご紹介していきます。今回ご紹介しますのが、精神が安定するハーブと言われておりますパッションフラワーですね。こちらをご紹介していきたいと思います。はい、さあ早速どんなハーブということで、パッションフラワーですね。まず花名からいきます。花名が時計草科になりますね。ちょっと珍しい花名が今回ご紹介で出てきております。はい、続いて使用部位ですが、地上部の前草ですね。お花の形が特徴なんですけども、葉っぱや茎をハーブティーには使用しております。はい、で気になるですね、お花の形に移りますけれども、紫と青色の珍しい形のお花になります。はい、豆がですね、茶穂時計草というふうに言われております。時計の草と書いて時計草ですね。はい、で、由来ですね、由縁をご紹介しますが、水平に開いた花びらのところですね、そこが文字盤ですね。またあの3つに分かれたおしべの部分が時計の針に似ておりますね。よく見ると似てるかと思いますが、そちらの見た目からですね、時計草という和名がついております。はい、続いてパッションフラワーの、由来についてお話になりますが、キリストが受けた受難ですねの象徴として、由来がついております。はい、パッションと聞くとですね、情熱という言葉が思い浮かびますけれども、こちらのパッションはですね、情熱ではなくて受難の意味ですね。キリストの受難の象徴ということで込められております。はい、で、まあ、家の中に置いておくとトラブルを鎮め平和をもたらすというふうに言われております。はい、で花言葉の毎回ご紹介ですが、イエス・キリストにちなんで聖なる愛であったり信仰というふうな花言葉がついております。はい、まあ、パッションフラワーのこの花びらの形ですね、イエス・キリストが処刑される際のですね、まあ、かぶっていた、茨の冠ですね、花の形にやはり似ていたということでも書かれておりましたので、はい、パッションフラワーの由来になっております。はい、続いて効能のご紹介ですが、植物性のトランキライザーですね、精神安定剤と呼ばれております。はい、まあ、天然の精神安定剤ですね。こちらが一番やはり言われておりまして、効能を発揮してくれます。はい、こちらが一番有名ですね。はい、でも作用が非常に穏やかなハーブとして知られております。はい、でなんでこういう風になるかと言いますと、まあ、含まれている成分ですね、アルカロイドやフラボノイド、それからグルコシドというですね、この3つの作用が合わさって精神安定の効果を発揮してくれるということですね。はい、で補足になりますが、緊張やですね、不眠を解消してくれますので、まあ、落ち着きを取り戻すことができます。はい、でそれからですね、ストレス性の神経線胃炎ですね、それから過敏性腸症候群なども防いでくれる効果があります。はい、まだありますね、肌の酸化を防いで老化防止、美容にも効果を発揮してくれるということで、こちら女性に大変おすすめですね。はい、それから高血圧の予防ですね、こちらはフラボノイドの成分によって高血圧も、予防してくれるということで、いろいろな効果を発揮してくれます。はい、最後にですね、香りと味についてになりますが、香りについてはほのかな甘い香りですね。はい、で味については少し渋みがありますけども、癖はほとんどないので、飲みやすくて、なおかつ鎮静系の効果も発揮してくれるということで、非常に有用なハーブですね、こちらはですね。はい、で最後に補足になりますが、茶穂時計草ですね、和名のこちらはですね、薬品効果が非常に高いというふうに言われてまして、まあ、漢方やサプリに用いられることが多いようですね。はい、で漢方やサプリにはですね、茶穂時計草というふうな評価がされているそうですね。はい、まあ、ハーブティーに比べるとやはりちょっと凝縮されてますので、効果は高めになってます。はい、ただまあ副作用が飲みすぎると発生する危険性もあるということなので、まあ、飲みすぎとですね、それから妊娠中の女性の方とかは服用を控えてくださいということでも書かれておりましたので、ご注意ください。はい、それから最後にですね、単独でも飲めるんですけれども、鎮静系のですね、ジャーマンカモミールなんかとですね、一緒に、ブレンドして飲んでもらえると、より鎮静効果ですね、穏やかな作用を発揮できるかと思いますので、ブレンドして飲むことをお勧めしております。はい、今回は以上となります。また次回の配信をお楽しみください。